moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。7月11日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FN 劇団湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンスタウンスタジオから急名古屋お送りいたします。あのね、まだやっぱりね、暑くてですね、もう王子もね、あのね、たくさんね、お水飲みすぎてね、ビールっぱらではなくしてね、お水っぱらになっています。滑り王子マスクマンでございます。はい、健康診断の結果が届きましたけれども、あー、やっぱりっていう結果でした。体重を減らさないとなと思う味噌煮込みスキーと、先週の水曜日からなんですけども、はい、大変残念なお話なんですが、はい、痛い病になってしまいまして、痛い病、はい、痛風ですね、もうですね、先週の木曜日は本当に痛くてですね、うん、例のいつもの右足の親指の付け根が腫れ、今度指まで腫れたという、うん、そして日曜日も激痛でして、はい、どげんかせんとと思っているダンサーズでございますまあ、たくさん水を飲んでください、ね、うん、そうですね、そしてビールは控えてください。はい、はい、こんな3人がお届けします今夜のテーマは声。今夜のテーマは声です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 技能湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 技能湾で検索してください。名古屋は栄養コーナーは今日は連絡事項があります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃ芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話052-389-7817東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071 052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。
気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ小屋。メールご紹介します。はい、はい、お願いいたします。ヤンポーさんからですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、ピソさん、セクハラ王子は？セクハラ王子またこれ、久しぶりに出たあのフレーズでございますね。いや先週はね、先週はなんだかちょっとセクハラまがいじゃなかったでした？セクハラ全然なかったですけどね、あのお尋ねはしましたけども、久しぶりにセクハラ王子って聞きましたけど、はい、こんばんは、ま、噛んじゃった動揺してる動揺してる、こんばんは、テーマ声ですけど、はい、俺昔から声が大きくてうるさいと言われてきました。おそらくですけど50メートルくらい先まで俺の声は聞こえていると思います。あらすごい、おおすごい、というより会話が聞こえてくるかも。マイクを使うと声のボリューム下げてと言われます。なのでマイクを使うときは極力声のボリュームを下げるようにしています。でも俺の声が大きいために亡き母の耳に届きました。あら、母は耳が遠かったので俺の声に反応してくれましたよ。声が大きいと不便もありますけど役に立つこともあります。それではセクハラ王子、あんまり滑らないようにしてください。最初からそれで言われてるの、ね、あのね、すごいいい話、お母様のね、にね声が届いてっていう素晴らしい話だったんだけどね、はい、セクハラ王子、あの滑らないようにって、セクハラと滑らないって滑ってるところかな、王子が。ということはこれダブルでなんかあんまりいいあれじゃないですね。これもしかしてクレーム？いやいやいや、ちゃんとお母様のお話でしょ。これはお母様の話は素晴らしい。声が通るから、耳が遠くても聞こえたっていう話じゃないですか。素晴らしい話ですよ、ね、この最後のフレーズだけがどうなってるのかな。最後というかね、最初もでしたけど、ね、まあ最初もですけど、はい、はい、ありがとうございます。カープボーイさんがツイキャスでテーマ声、最初にリスナー参加型のラジオに出た時の放送を聞いた時にヌーソーがだったかな、自分の声とは気づかなかったな、最初はやっぱり喋ってるとき聞く声と録音する声って違うんだなと思った。先月までラジオ沖縄のあやこ姉さんから毎週電話がかかってきたけど、やっぱり可愛いなあやこ姉さんの声って。そうです、あやこ姉さんあれだよね、あれマスクマン、あ、そっか、知らない、知らないか、多分ね、あ、そっかそっか、あ、そっか、ヒゲを剃ってもヤクミツルさんを知ってるのは、あれでしたね、ミカさんと、もう一人、小林、そう、小林さんですね。小林さんも今ね、別のお仕事されてますね、はい、あ、懐かしいね、そんなことあったね、懐かしいですね。なんか仕事してるのって言われてましたよね。そうだね。公開放送にしょっちゅうね、そうですね、なんか見に行っててね、この人本当に仕事してるのか疑惑が湧いてた、ね、だから皆さんあれじゃないですか、あのダンサーズとね、あの王子はあの名古屋じゃなくって、本当は名古屋に住んでんじゃないのって言われてましたからね。ああ違う、あのあれそれはちょっと違ってて、あの聞き間違いですよ、ね、あーそう、そうだね、あーそうそうね、マスクマンの顔がね、それはね、そう、まあ名古屋に住んでるような感じの雰囲気を醸し出してたというかね、濃いって感じ、ね、まあ、いい感じですね、そうそうね。よくわかんない、よくわかんない、よくわかんないの、はい、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、あら、また素晴らしい方からのね、え、こうラジオネーム、王子の介護みなこになってますよ。あら、あ、私の介護をしていただける介護士ですから、あ、介護士になる、あ、なんかほら前週なんか言ってたあの、あそこから名前が定着したのかな、まあいろいろあの変えられてね、あの、ね、なんか
ラジオネーム読むたびになんかドキドキしちゃうわ、本当に王子、はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、王子こんばんは。私は子どもの頃から声に独特があり真似をされたりしたので、風邪をひいた時はわざと大声を出して喉を潰そうとしていました。あら、しかし変わらず低くて色っぽい声が出せたらなと思っています。追伸、滑り王子の滑りナイト企画出てみたいな。ほら、あれ、ほら、いろんな方、いろんな方がね、はい、ね、やってみたい、お話したいなってことですね。思いっきりツッコミ入れたいですって。ああ、そうですか。ちょっとじゃあまたね、美奈子さんも、うん、そうだよ、滑りナイトに、はい、そうだね。でもまあね、とりあえずは次回の滑りナイトを聞いてからもう一回美奈子さん考えた方がいいかもしれないですよね。そうですね。じゃあこれはもう本当にノーマルな感じでね、応募していただければ、私どなたとも、ね、おしゃべりしますんで、ね、あ、スプリームさんがね、美奈子さんの声が好きでマンタキラジオを聞き始めましたって。あ、マンタキラジオはFM 読みたんなんですけれども、うんうん、ね、土曜日の21時からの番組なんですけれども、はいはい、そうなんですね、美奈子さんね、パーソナリティをやられてたんですけれどもね、ちょっとタケポンさんお一人ということで、うん、まあ、引退されて、うん、でもそう、美奈子さんとタケポンさんのね、そのやり取りが結構好きなので、うん、ちょっと残念ではありますけれどもね、まあいろいろ事情もあったということで、はい、ね、はい、うん、はい、ということでね、でも、はい、素敵な声ですよね、美奈子さん。そうだよ、そうなんですよ、もう王子いつもドキドキしちゃうんだから。何そのうーって笑うのはやめてよ、はい、じゃあメール読みますね、はい、どうぞ、ラジオネーム高坊さんからです。ありがとうございます。私は幼い頃からテノール、成長してからもアルト並みの声で今もそうです。以前和歌山源蔵さんのような低音ボイスになりたいと強く願った時がありました。そうそう、高坊さんはね、うん、FM ギノワンでサッカーの 毎週日曜日、うん、はい、お昼12時半から、ね、サッカーのラジオをやられてるということでね、うんうん、はい、ああ、そうですね、アルト並みの声、そっかそっか、そんな感じの声よね、うん、ですね、はい、すると風邪をひいて喉を痛めることが稀にありました。その時は驚くほどに低い声になっていました。ある時仕事上のクレームで電話対応した時、この低音ボイスが説得力を発揮したのか、お客様からの理解を得て問題が収まったということがありました。声というのは武器でもあり、怖え、かっこ怖いもので合いもありますね、ということです、うん、はい、なんだ今、なんか要だから、怖え、ものではありますねって、うん、ちょっと、いや書いてあるんだよメールに、うん、これいい、なんで表現をしていただきましたね。なんでちゃんとメール通りに読んだんだよ。ほら、高坊さんがいててってなってたじゃないですか。ねえ、もう今あれかなかなと思ったよ、みそちゃんのね、アレンジしたメールなのかなと思っちゃいましたけどね。いやいやいや、メールに忠実に読んだまででございますよ。そうなの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 MJ 自身さんがめっちゃ殴られました。そうですよ、メールに忠実に読んだのに。はい、お願いします。はい、はい、続いてですね、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサー、スタミソさん、マスクマンさん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうの話をすると、僕もなぜかイケボって言われます。そんなことないですよ。あ、でも言われるってことはいい声ってことですよね、他にも壊れかけのラジオにゲストで出演させてもらった時、友人マブヤのスーパー名号ザー名号サーをアッキラさんにやってほしいとツイキャスのコメントで振られた時、スーパー名号サーをやってみるとジョックに似ていると言われました、うん、っていうのを、そのこのスーパー名号サーの声に似てるってことですよね。あ、それをまあまあモノマネというかね、うんうんうん、うまくできたってことですよね。これはなかなかあれですね、よく仮面ライダーみんなね、ね、おじさんたちの世代のね、うん、おじさんたちはね、
ライダーってやりますけど、これ結構みんな似てるらしいんですよね、うん、あの どなたがやられてもね結構似てるよ、うん、あでも王子なかなかいい線って、ね、いいでしょ、うん、でしょ、だからね、王子の世代の方は結構、できる、うん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 、それがなかなかかっこいい声っていうね、うん、仮面ライダーあんまり見てなかったんですよ実は。あそうなの、あれそうなの、うん、ゴレンジャー派でした。あえ、そんなゴレンジャー派と仮面ライダー派に分かれる。あ、でも、うん、戦隊もの方ですよね。両方好きだったけど、僕はゴレンジャー派でした、うん、ゴレンジャー。え、そうなの、はい、私仮面ライダーのなんかほらビニールの人形あったじゃないですか、はいはいはい、あれ持ってましたよ、うん、ちなみにゴレンジャーはミドレンジャーが好きでした。あ、ミドレンジャーね、うん、あちょっとイケメンの方がやってたあれじゃない、ナンバーワンじゃなくて、うん、ナンバー2か3ぐらいが好きなんですよ。あれちょっとワイルド系の人じゃなかったですか、うん、多分そんな感じですよね。そう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 、あのキーレンジャーにしてのいつもカレー食べてるね、うん、ね、そういうパターンもいいかな。でも男性は大体モモレンジャー好きなんじゃないですか。あのね、そうでもないの、子供の頃ってあんまりあれなんですよね、女の子とかね、うん、よりかはその男の人がやってるのが強いって感じがありますので、うん、この年になったら違いますよ、この年になったらもう何を置いてもモモレンジャー、あー、うん、まあいろんな意味でモモレンジャーということでいろんな意味カンポイさんがモモレンジャーの変身前のキックがね笑いって、あれ変身前のキックどんなんでした。あまりよくわからないですけど、うん、よくミニスカートの中が見えるってあるじゃないですか。ああそういうことか、タカボさんが個人派と団体派って、あ、うん、そういうことね、そうそう、うん、確かに、そうなんです、確かにね、あー、うん、ヤンボーさんはね、俺も世代ゴレンジャー世代っていうことで、あ、で高野さんはミドレンジャーは3枚的存在、あ、そうそう、3枚目的存在、そうそうそうなんだ、あ、じゃあ青レンジャーがあれかな、ちょっとイケメンの、あ、そっか、ね、青レンジャーだ ね、でも私やっぱりミドレンジャーが好きなの、うん、3枚目、そうそうそう、でもみんなあれじゃないの、やっぱり赤レンジャー、そう、じゃあ赤レンジャーが一番人気だから、ね、あえてミドレンジャーが好きなの、うん、あー、そういうことね、うん、だからキリンジャーにしてよいやでもキリンジャーは嫌だった、カレーばっか食べてるからそうだよねはい、ありがとうございます。あ、そう、高野さんがほら、うん、青レンジャー2枚目で刻って、おお、そうよ、おいいです ねかっこいいですよね。あ、キリンジャーじゃなくてキレンジャーなんだね。あ、キレンジャー、へえ、さすがさすが、沖縄大好きさん、そうなんだ、赤レンジャー、青レンジャー、キレンジャー、モモレンジャー、緑レンジャー、うん、懐かしい懐かしいね、バンバラバンバンバンですよ。確かね、うちにレコードあったと思うんです、うん、でも、うん、いいですね、ツイキャスの反応もいいっていうことは、うん、やっぱりちょっと、はい、チプリームさんのツイキャス読んで、ちょっとすごいのが来ましたね、はい、いや、王子読んだらいけませんよこれ、なんでよ、王子読んでよ、え、王子のパンツは黄ばみレンジャーたまにね、綺麗に、ね、拭けなくてちょっとついてる場合がありますよね。で、多分それのこと言ってるのかな。滑ってます。あのさ、ついてるとかそこまで言わなくていいんだよ。普通に読めばよかったのに。だって そのものだもん。それ、セクハラです。これセクハラじゃないよね。あ、お高坊さんのね、矢野信夫さんがね、うん、黒十字軍の総帥。あ、そうだったか、結構あれですもんね、有名な、ね、悪役俳優さんですよね、うんうん、悪役紹介の方、そうそうそうですよね、そう、あ、そうだったんだ、なんか青汁の人ですよね、そうそう、青汁の人ですよね、そうか、でもそうだったんですね、なんかさ、小さい頃ってあんまりそこまで考えてないし、うん、青汁の人と一緒っては思ってないじゃないですか、うん、そういえばそうか、だから結構ね、後になってこの有名な俳優さんがね、うん、過去にやってたっていうね、ありますもんね、その戦隊ものとか ね、うん、あれそうでしょ、今人気のこのグループのなんだっけ、うん、戦隊ものとかさ、はい、俳優さんが紅白出てるじゃないですか、純烈、あ、はい、ね、純烈の方々みんなそうですもんね、うん、そうですか、うん、みんなそちらの方の番組に出てた俳優さんたちですね、うん、あ、そうですか、うん、知らなかったです、うん、でも歌も上手でね、うんうん、すごいなって思いますけどね、はい、ヒカルさん、ヤンバルバンバンバンってなってヤンバルバンバンバンになってる、うん、はい、ね、
そうなんだね。あ、島ひかさん、藤岡弘が初代仮面ライダー。そうそう、仮面ライダー、うん、あー、そうだったね。そう、当時はね、あのね、はい、あの仮面ライダーアマゾンっていたと思うんですけど、アマゾン、アマゾン、あれ好きでしたね、あのアマゾンがね、うん、あれって全部昆虫かなんかなんだよね。そうそう、昆虫ですね、うん、うん、アマゾンはあれはね、何でしたっけ、あの顔は、あの顔は、あの子はカマキリ、うん、カマキリじゃないかな。あれ、え、仮面ライダーは、じゃあ何、仮面ライダーは、うん、仮面ライダーなんだろうね。アマゾンはトカゲか何かだと思いますね。あ、そう、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、うん、なんかね、ああいうこう動物っぽいというか昆虫っぽいというかね、なんかあれがね、なんか何でしたっけ、ストロンガーじゃない、なんかストロンガーいましたね。ストロンガーはカブトムシっぽいのいませんでした。ああ、そうそうそう、ね、うん、ストロンガーカブトムシね、うん、あ、高坊さんがね、うん、太ったらヒーロースーツがもう着れんじゃって。そうだね、もう終わりです。でもいいじゃない、あのサイズアップするようにまた、ね、あの秘密結社に作ってもらえば、うん、ねえ、ああそうか、他はバッタとかカブトムシとかって、そうだね、あ、バッタだろうね、仮面ライダーって ね、あ、なひかるさんが、今の仮面ライダーは若くて細くて爽やかだからマッチョ系にしてほしいね。ああ、だからあれじゃないですか、若いね、お子さんのお母さんたちが、そう、ね、その俳優さんたちを結構応援してるっていうかね。ね、うん、そう、そうそうそう、あれだよね、うん、子供よりもお母さんが夢中になってるって話ですもんね。そうそう、今ね、イケメンだから。そう、イケメン俳優さん結構やってるんですよね。うん、ねえ、うん、王子ね、最近名前が全然出てこないんだけど、うん、カメラライダーやってた方で、ね、すごい人気のある方いらっしゃいますよね。歌も歌って、はい、うん、結構売れてる歌を歌ったんですよね。誰だろう、うん、誰か教えて。誰か教えて。仮面ライダー、ね、仮面ライダーダブルっていうのかな、二人仮面ライダー、うん、でくっつくのがあったんですよ。はい、うん、その時の、方ですね。はい、俳優さん名前が出てこないよ。あ、菅田将暉。あ、うん、あ、菅田将暉やってたの。うん、そうなんだ。そうなんだ。そうそう。カッポーイさんが、はい、平成の仮面ライダーはあれ恋愛ドラマだよって言ってたって、三角関係とかあるみたいだよって。え、そんな風なの。え、そんな風なの。いろいろ構成がいろいろあれですよ。あ、だからもうお母さんも虜にするような感じに作ってあるんだ。さすがだね。お昼のドラマみたいになってきちゃってる。どうなんだろうそれ。はい、はい、ね、で、じゃあメールいきますね。はい、はい、ダンサーズさん、イソニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のテーマ声ですが、もともと地声が大きい私は声が大きいあまりに欠点であります。実家で親、姉、弟や知り合いと話す際に声が大きすぎるために、親、姉、弟、知り合いからはもう少し声のトーンを落としてとよく言われてしまいます。話をしてしまうと自分では声を大きくして話すつもりではないんですが、無意識に声のトーンが上がってしまうので、不器用な性格の私にとっては困ったところです。かといって声が小さすぎるのも考えものですが、ということで。うん、そうですね、うん、なんかでもちょっとよくわかるような気がしました。うん、臨海で久しぶりにお会いしましたけれども、うん、あ、声大きかったですね。うん、遠くにでも聞こえましたから ね、うん、あ、警部 いるわと思って、うんうん、でスーツ着てましたから ね、そうスーツね、うん、でもあね、うん、声ちっちゃい方りがいいかもしれないですよ。全然聞こえない方っていらっしゃいますもん ね、うん、ね、聞こえない人よりは聞こえる方がいいけどね、うんうんうん、でもすごいその声がだんだんトーンが大きくなるっていう意味がとってもなんかご本人がもう書かれてますけれども、うんうん、なんかちょっと共感できる部分が、うん、その通りだと思いました。わかりますね、はい、でも電話の時どうなんだろうね、声大きい方って。このね、どうなんだろう、デリガントさんと電話で喋ったことあるんですけど、うんうん、電話は別に普通に聞こえるんですよ。はいはい、今
の電話性能いいですからね。ああ調整するのかな。調整してるかもしれないですね。ね、まあ、なるほど。普通ね、こう大きかったらこう、うん、こうなんていうの、こう、うん、電話機をこうちょっと離さないといけないのかなとかってね。昔電話機結構大きい声はそのまま大きく聞こえて受話器をこう遠ざけたりしてましたよね。うん、こうやってね、あのちょっと話してる。そういえば今ってそういうのないってことは、あれ携帯電話とかがスマホとかが調整してくれてるのかな。自動的に調整してると思いますか。そうなん、そういえば昔ってね、受話器遠ざけてとか話してましたよね。うん、すごい怒ってて、うん、そうそうそう、わーって言われた時になんか受話器話して聞いてたりとかしましたよね。そう、しかめ面でこうやって話しました。そう言われてみればそうでしたね。うんうん、ああ、そうか、自動的に調節してるのか、うん、気がつかなかったな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、岐阜の9人のバーバさんからです。はい、ありがとうございます。私は40年前に32歳で亡くなられたカーペンターズのカレンさんの歌声は素晴らしいと思います。うん、綺麗ですもんね。うん、カレンさんの声種はアルトです。3オクターブの声域を声域を持っていたそうです。澄んだ歌声、伸びやかで聴いていても心穏やかになれる素晴らしい歌声だと思います。カレンさんを超える歌手、歌声の歌手はいないのではと勝手に決めつけているバーバですということでございます。そうですね、あの綺麗な歌声の方だとね、また印象に残りますし、今ね、あのこれ男性ですけど、日本で一番歌上手って言われてるのはあの玉置浩二さんは、やっぱりあのプロの方も認めていらっしゃるみたいですね。うん、なんか音域があのいいっていうのかな。うん、この間も ね、あのエグザイルの TAKAHIRO、さんもそうやって言われてましたね。あの、玉木浩二さんがすごいって。結構プロの方からも認められてるような、あの歌手ですね、玉木さんはね。でも女性だとね、でもいろんなあの演歌歌手の方でも歌上手な方いらっしゃいますもんね。でその方が、ポップス歌ってもね、あの上手に歌えますし、今結構あれですね、カバーとかやられてる方いますよね。昔の曲をこうね、そのカバーして歌うとか。そうそう、ね、でもやっぱり歌が上手な方増えましたよね、昔に比べて。まあそうでしょうね。あの、まあカラオケ行ってるじゃないですか。ああ、そういうのもあるんでしょうね。そう、カラオケでやっぱり歌える機会が多くね、なってるからね。まあ、あとやっぱり録音の技術も良くなってるから、またレコードっていうか CD なんかもね、音源なんかも綺麗になってるっていうのもあるんでしょうけど。あ、でもそれ今の話は一般の方もってことでしょ。あ、そうそう、でも一般の方もそうですよ、本当に上手ですよね。これやっぱりそれはね、まあ、カラオケのね、そうか、カラオケでね、やっぱり歌ったりとかするから ね、そうじゃなければね、あの車乗って、ね、歌ってるかね、あの自転車乗って歌ってるかだけどね、自転車ではいけない。自転車で歌うと周りがみんなが見るからね。たまにいますよ ね、時々振り返ると、なんかそのまま通り過ぎていくんですけど、結構ね、朝に多いんですよ。朝多いですね。朝なんか声聞こえるなと思ったら、おっさんが歌いながら走ってたっていうのは、みんなあれですもんね、あのイヤホンつけて走ってるんじゃないの。あ、多分それもあるのか、ね、それで歌ってたりとかする、だからあんまりあの気にならないじゃないですか。いや、いつもね、あのウォーキングでね、なんか詩吟っていうのかな、なんかすごいね、吟じながら歩いてる人いるんですけど、すごいなんか思わず振り返ると、独り言なのかなと思って振り返ると、そうなんか歌、浪曲っていうのかな、歌ってる方いますよ。なんか毎回振り返るんですけど、たまにその方通るんですよね。練習してんだろうね。ねえ、カップボーイさん。昨日ヒブさん、じゃあヒープさんかな、ヒープさんが高校生くらいの人が自転車でシャランキューのずるい女を歌いながら走っていたって言ってた。ずるい女すごくないですか、それ。また唐突ですね。っていうか、またコアな歌ですよね。だからみんな振り返るよね、あ、なんか歌ってるな。でもね、ずるい女は流行りましたね、私たちのカラオケ世代ですよ。あ、そうそう、ねえ、もうみんなシャランキューも聞いてたからね。聞いてましたね。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、はい、メールいきますか。メールいきます。はい、メール、はい、お願いします。はい、続いてですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。ありがとうございま す,、はい、います。子供の頃などカセットテープに録音した声を聞いて、えこんな声なのと思ったのを覚えています。皆さんは録音した自分の声は好きですか？暑い日が続きますがお体に気をつけてお過ごしくださいね、ということでございます。まあ、実はね、うん、今自分の声ヘッドホンから聞こえるんですけども、うん、最初にですねテープに撮った時は、うん、何この声っていう感じでしたね。いやカセットテープに撮った声を自分で聞いてた時に本当にすごい嫌な気持ちになりましたよ、うん、なんか、私こんな声なのって思って。そうだからね、こう今でも聞いててね、あんまり放置で自分の声好きじゃないんですよね。あーでも分かります、なんかね、自分の声あんまり好きじゃない、うん、あんまり好きじゃないんですよね、うん、でも聞こえてますよね、今の声もう聞こえてる、うん、聞こえてるけれど、やっぱり今こういう風に喋りながら聞くのじゃなくて、本当に改めて客観的に聞くとね、なんか恥ずかしくなりますね。恥ずかしいっていうかね、まあでも、まあ、もちろんあの番組もたまに、てか毎回ではないんですけど、聞き直して反省会した時あるんですけど、うん、いやね、えいやいろいろ反省点多々あります。もう先週の私聞いたんですけども、もうこのリトルプリンス連呼でも嫌だったなと思いました、ね、それは声質じゃないですよね。それはまたあの王子の持ってるものですから ね, でもね、そう先週の放送ちょっと改めて聞いて、うん、まあ最終的にこう頭に残ったのはリトルプリンスだったなっていう。ああ そうでしょ、うん、いいこと言うでしょたまには。いや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 、おだまり。あ違うの、もうね、おだまり。リトルプリンスのおかげで、うん、何もなんか他の印象がかき消されてね、うんうん、あそう、うん、いやもう聞き慣れたもんかなと思いましたよ、みそちゃんの場合は。いやいやもう毎週ねいろいろフォローしますけれども、はいはい、いやもう毎回ちょっと違う方向からまあまあいろいろグイグイきますねと思って、あのねやっぱりねこれ皆さんのねこうメールをいただいてね、うんうん、もうそこからの流れが多いですからね、もうほぼね、そこからの流れから、うん、よく自分の方向に向けるなと思って毎週ちょっとなんかまあ毎週よくやるなと。あそうなの？で今ツイキャスでやすさんがようやくリアルタイムで聞けた、声は自分で聞きまくると慣れますが最初はびっくりしますよねって。そうだね、うんうん、あの本当にこの自分で聞きまくると慣れますか、うん、まあ、確かに、ね、慣れてきた感じではありますけど、まあまあ、聞き慣れますよ ね, ね、うん、でもやっぱり一番最初に小さな頃にカセットテープで撮って聞いた時って本当にすごい嫌っていうか、うん、こんな声かって思いましたよ ね, ね, ね自分で聞くとまた違いますもん ね、うん、なんか感覚違って、いやで違うけどって言ったら友達が、うん、いやいやちゃんとその風に喋ってるよって言われて、うん、ねちょっと落ち込んみましたねちっちゃい頃落ち込んじゃったの？落ち込んじゃいました。こんな声なんだみたいな。あとヤンポさん、あの電話と本当の声が違うらしいですよねっていうのは、うん、これね、どういうこと？あの電話を通すと声が変わる人いますね。おうん、電話の声と普段の声が全く違うような声の人いますね。こんな声だったっていう人いますよ。よそ行きの声ってやつね。いや声質ですね。声質が声質で、まあ、全然違うんですよ。そう、あれじゃないの、よくお母さんのよそ行きの声とかじゃなくて、そういうのじゃない、うん、声が違うの。お母さんってどうしてあのこう普段子供たちに話してる声と、うん、その電話の声っていうかね、うん、なんか綺麗な声になってますよね。よそ行きの声でしょ。よそ行きの、ね、あもしもし、うん、丸々でございますみたいなね。いやサザエさんじゃない、ね、いやいやお母さんってどうせね、なんかこう子供たちに言っときて声全然違うよみたいな、ね、その声と寄せ行きは違うっていうやつですね、うんうん、あカッポイさんがそう電話に出たら声のトーンが上がる、そう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 、はい、ね、ありますよね、ありますね、声のね、うん、
でもね、うん、こう印象が違うかもしれないですね。低い声でもしもしっていうのと、はい、うん、もしもしっていうなんかそのね、トーンが上がるとね、うん、聞きやすいというよりかそのなんていうのかな、声の印象が違うんじゃないですかね、うん、なんか最初の出方もありますよね、もしもしっていう、こう低いので出るとなんか怖い感じがする場合があるじゃないですか、はい、うん、で普通にこうでワンオクターブ上げたような、うん、もしもしってこう明るくいくと違うんじゃないですかね、うん、ね、相手の方に伝わるね印象がね。あ、私あの知らない番号から返ってくるとそうなっちゃうかもしれないですね、うん、あ、うん、もしありますね、普通にもしもしって言っちゃいます、ね、誰かしらと思っちゃうもん ね、うん、あ、ヒカルさんがあるラジオ局の人気あるフリーパーソナリティさんは、はい、毎週録音放送で本放送は聞かないそうです。自分の声話し方が嫌いだからあえて聞かないそうですって。あ、うん、やっぱそんな方いらっしゃるんですね。ね、話し方はねこれその形で、ね、あのおしゃべりしますけど、うん、それをやっぱり、ね、録音して聞いてみるとなんかその喋り方が嫌いだなっていう時があるんでしょう ね、自分の喋り方がね。中保さんが昔の俳優で長谷川和夫さんかな、うん、は無声映画を基本にしていたそうです。ご自身の声が好きではなかったとかって。あ、ね、そうなんですね、うん、あ、まあ、昔はね本当に声のない映画ってありましたもんね、うんうん、そうです ね、はいはい、はい、ということで、はい、CM の後は名古屋は栄養から連絡事項でございます、はい、キユナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐっしゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010 ぐっしゃん芋生産組合のあさとまで。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。名古屋は栄養。今日伸ばすね。伸ばすじゃん。今日伸ばすね。伸ばしてみた。伸ばしてみた。あ、で何？連絡、うん、はい、連絡もう早速いいですか。はい、どうぞお願いします。はい、皆さん期待されてるのかどうか分かりませんが、はい、発表します。はい、はい、滑りナイト開催決定いたしました。やった、放送日は8月1日です、うん、おお、もうすぐじゃないですか。そしてチャレンジャーは、はい、キャラメルジャーキーさんになります。あれ本当にチャレンジャーだわ
これ今からあの出走するような、なんかいや、ね、おばさんがね、ファンファーレでよかった今の、おばさんが、ね、出走するような、うん、まあ皆さんそういうお気持ちでね、はい、まあキャラメルジャーキーさんはね、はい、まあそのエネルギーをね貯めてね、はい、どんと私にねぶつかってきてほしいでございますね、うん、本当に大丈夫なのかな、まあ滑りナイトのコンセプトはね、はい、何もございません、うん、ん、何もありませんよ、どういうこと、どういうこと、コンセプトは何もありませんよ、もうね、もうキャラメルジャーキーさんと私のね、はいはい、こう有意義なトークでね、うん、もう1時間がね過ぎていくと思いますんでね、ちなみにですね、私、うん、ジャーキーさんの方に何度も確認したんですよ、うん、本当にいいの、うん、本当にやりたい、うん、本当に出たいの、いいのって何本当に出たいのとまで聞いたんですね、の何度も確認して、うん、出たいって言われたんですよ、お、うん、素晴らしいじゃないですか、出たいって言われたので、まあ、そこまで言われるんでしたらということで、今回このような形にさせていただいたんです、まあ、今日はね、内容的なことはね、はい、お話しませんけども、はい、まあ、いろいろね、ジャーキーさんもね思うところがあってね、うん、私とのトークをね、うん、望んでらっしゃると思いますんでね、思うところ、うん、思うところ、まあ、これはね、はい、今日は内容的なことは話しませんけどもね、うん、当日ね、うん、お聞きして、もらいたいなと思いますんで、うんうん、ちゃんといいこと言いますよ、王子も、あ、高坊さん、どう有意義になさるのですか、有意義、有意義になさるのですか、これ、うん、ちょっとこちらサイトの話なんですけど、うん、はい、何一つ私有意義とは思ってません、え、キプリームさん速報、はい、8月1日は全国的に冷える予報です、あ、夏なのに、まあ、夏ですからね、あのね、多分ね、うん、はい、やっぱりゲストの方、うん、このチャレンジャーの方によってもね、うん、やっぱり違いますので、まあ、女性の時、ね、男性の時また違いますので、はい、ね、うん、いつもね、きちっとした話を心がけておりますので、はい、またこの滑りナイトはね、まあ、それに輪をかけていじっていじっていじりまくってジャーキーさんとお話がしたいと思っています、高坊さんが対決、はい、もう一つ説教的誰に説教、対決ではないんですけど、なんでしょうね、対談なんですよね、一応対談なんですけど、対談という体なんですよね、うん、ただね、これメールもあるんだよね、メールはメールというよりはあれですよ、滑りナイトでこう、うん、まあ叱咤激励、まあ、クレームですよ、クレームクレーム、みんなクレーム、みんなクレーム、叱咤激励じゃないの、クレームクレーム、これ何のクレームなんだろうね、うん、何のクレームが来るんだろうね、いやもうトークが寒いとかね、ほらヒカルさんが、うん、夏はホラー話をして冷やすのに王子と対談して冷やすのって、あ、そうよ、そ、普通のほら番組はなんかね、こう真夏ってホラーの怖い話とかするじゃないですか、うん、そういうのでちょっとでもひんやりとっていうけど、うん、うちはね王子と対談して冷やすっていう新しいもので、ヒカルさん、この旧名古屋別角度で冷えるんですよホラーだから冷えるんじゃないんですね、いやだから遠くに冷えるんですよ、ね、うん、だから王子と対談して冷やすのって聞いてる、ほら冷えてるのはこう皆さん聞いてらっしゃるリスナーさんのこの感覚で冷えてるんですよね、うん、逆に王子はね、うん、体温上がってしちゃうんだよね、いろいろね、タンボーイさんが前までは30分丸々だったけど今度は1時間全部なのかなって、あ、はい、その通りです、そりゃそうじゃないですかいやでも内容によっては、はい、ダンサーズか味噌煮込みがストップかけますからね、うん、はい、ええじゃないよ、うん、だからさ、いつもねこう言うでしょ、ゲストの方がね、うん、ね、出ていただいてトークしてるときは、うん、はい、とってもきっちりかっちりの話じゃないですか、進撃のめいちゃんがその日のテーマ怖い話にしますってテーマ提案してくれてる、あ、テーマないですよね、滑りないと、そう、うん、一応ですね、めいちゃん叱咤激励、あとクレームですね、まあ、クレームで、ほぼほぼ8割方クレームかもしれないですね、8割9割クレームですから、高坊さんが家計に優しい旧名古屋って、そうね、エアコンがねつけなくてもよくで家計に優しくなるっていう体なのかな、うん、その日だけ冷夏ですね、ね
そんなに冷える？まあね、うん、よくねそういうね、お言葉をいただいてですね、王子もね、はい、それに一応乗っかってね、うん、ねあのカイロをさ持ってくださいとかさダウンジャケット着てくださいねって言ってましたけど、ええ、それ一応乗っかってるだけだから。ね、いや、うん、あの本心ではないですからねそんなに寒くなるわけないじゃんと思ってこんな暑い日に。はい、ということで、はい、名古屋は栄養滑りナイトの発表でした、はい、キウナ名古屋。ヒカルさんが滑りナイトでテレフォン実践相談もありって、うん、あり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 だから本当はそれぐらいのつもりですもん。それぐらいのつもりでだからねあの王子がお答えしてですね、うんうん、あの皆様のねあのお悩みをねあの解決しようかなと思ってるぐらいですよ。あのメールいいですか？どうぞ、はい、進撃のめいちゃんからです。はい、はい、ありがとうございます。マッスクマンと噛んだな、なんとも言えないこんばんは。自分のこと噛んだわかんない、そうだったかな。そして声、私の中で大好きな笑い声は夏子さんの笑い声、元気出ますよねって。あ、ミュージックシャワーでね、夏子さんの声は元気出ます、確かに。あの笑い声を目の前で見ると笑いが伝染、私も笑ってしまうのよ。目の前で見るとってことはどういうことだ？ん？あ、でもね、うん、実際にご覧になる、ああ、そうそうか、そういうことか。あの二人だからというのもあるんだけどさって、あ、パーソナリティと、まあ、そうですね、凛太郎さん、マリさんで。でも、夏子さんは本当優しいのよ。会った時に、最近大丈夫？心配よって言ってくれるのは、めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、うん、夏子さんね、うん、リスナーさんのメールとか採用しなくても読んでて、うん、すごいその内容を理解してるって覚えてくださってるんですよね、結構ね、うん、結構ね、うん、過去に出したメールのことを覚えてることあるんですよね。そう、あれ、そう、採用されないけれど、うん、実はすごい内容をこう分かってるっていうか覚えてくださってること結構あるんですよね、うん、で、あの追伸、マスクマンプレゼント、プレゼンツ、滑りナイトだけはあまり出たくないです滑らせたら嫌なので、ではドキドキしちゃうだからって、なんか震えた、すごい鳥肌が立ちましたって、今日の今度鳥肌が立ったって。今度指名しようかないや、だから、いや、出たくないって書いてあるよ。そういう方ほど嫌がってるから、あの、ね、そういう方ほど本当はね、ね、うん、滑りナイト出たいんだよね。あ、うん、あ、ヤンボーさんがイオン名古で見たって、あ、そうそう、この間ね、うん、名古で、ね、ミュージックシャワー、ね、ありましたもんね。最近夏子さん前髪パッツンしてますねその状態いい、あ、でも確かに揃ってらっしゃいますね、うん、パッツンし、されてるな、パッツンとか言わんではい、メールありますか？はい、はいはい、お願いします。はい、ね、また来たよ、はい、ダンサー、サミソさん、バサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆様こんばんは。嫁さんと長距離恋愛をしていた頃が懐かしいシュープリームですあの頃は良かったんだろうね、ね4月にカメラとレンズ2本を購入したばかりのなのですが、先日、はい、天の声という都合のいい声が聞こえまして、うん、どうしても欲しいというわけではない、ただマウントが取れるというカメラをポチってしまいました、うん、あら、まあ、入荷待ち期間の3ヶ月間の間に熱が冷めたり、噂されているカメラの発表でもあれば、うん、迷わずにキャンセルする予定です。うん、あ、注文されてるんですね、うん、注文され、でも注文キャンセルできるのかな、うん、できるのね、まだ届いてないからできるってこと、うん、ここから先がね、うん、王子は境あたりの可愛いお姉さんの客引きの声に鼻の下を20センチぐらい伸ばしてホイホイとついていってるってことは本当ですかって鼻の下20センチって相当長いよね。相当伸ばしてるね王子、そこまで伸ばさないですねただね、この客引きのお姉さんってかね、歌ってるね、うん、
このお姉さんのドレスのね、うん、胸の谷間にね惹かれてしまいましたね。思うつぼだよそれ、うん、それで行く場合がございますね。声ではないですね、うん、あでもやっぱりそういう何、うん、衣装で誘ってるんだ。そうなんだよね、衣装なんだよね、衣装もね、あの近くいっぱい売ってますよ、うん、売ってるね、あそう専門の衣装ね、そうそうそう、はね、まあそれもね、うん、うまい手ですよね。ね、本当にお姉さん2人ぐらいがね、うん、いやでもさ、それに反応しちゃうからやっぱり効果はあるってことでしょ。まあ一応そうでしょうね、うん、まあ男性たるもの一回ね、あのちらっと見たいじゃないですか。それセクハラです。これセクハラじゃない、これセクハラじゃないって、セクハラじゃないよ。いや、あのシュプリムさんから、うん、これリクエストでよかったですか。あ本当だ、リクエストされてたんだ。はい、おねえねえ、うん、あ何何、うん、お姉さんが客引きするのはカッポイさんね、松山黒服のお兄さんたちだったけど、あそうかそうか、うん、松山はお兄さんが客引きするけど、うん、そう何栄はお姉さんなの。いやあの男性もいらっしゃいますよ。男性も女性も、でも女性もいるってこと、うん、女性もお店の前に立ってる場合がありますよね、うん、あそうなんだ、うん、桜かもしれないですよね。まあ、その可能性はありますよね。お店の人ではないけど、うん、まあ、客引き専用のお姉さんってことかな、はいはい、メール言ってもいいですか。はい、はい、キウ名古屋の皆さんこんばんにゃ、こんばんにゃ、読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ声、声と聞いて僕が思いついたのはラジオです。いろんな番組のラジオパーソナリティの声が聞こえる状況が思いつきましたよ。あ今日も変わらぬ良い声だな、今日は鼻声だな、体調良くなさそうだなとか、今週のお三方さんの声はいつもと変わらず元気なお声であってほしいですが、いかがでしょうかということで、いいですか、ええ、元気ですよ。ね、今週は、うんうん、いいですね、いいですね、いいですね、うん、3人ともね、まあまあ、確かにね、ありますよね、うん、なんかね、風邪ひいてちょっとイガイガする日とかね、うん、そうそう、ありますありますよね、うん、自分は今足が痛いだけです、ね、声の張りには、はい、声は大丈夫って大丈夫、はい、あでも足が痛すぎるとやっぱりほら声がね、まあまあね、うん、声高くなるじゃないですか、痛い痛い痛いってまあでもやっぱりね、うん、そういう健康のバロメーターではありますよね、うん、はい、そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。ね、またまたこれね、王子の介護の美奈子さんから来てますよ、はい、リアルタイムですね、私も体が痛い痛いしながら月曜日から仕事復帰しています、うん、今日で2日目ですが、はい、全身が痛くて食事を温めて食べるのもきついので横になりながら王子の滑り具合を聞いています。お大事にしてくださいね。あら、まあ、王子はですね、まあ、必殺技がございますんで、うん、癒すことに関してはですね、はい、ちょっと時間あるのかな、久しぶりにやろうかな、はい、美奈子さんにね、はい、美奈子さん旦那さんには内緒ですよ、お背中流しましょうか。これ結構いいでしょ。王子滑ってます。これ久しぶりに出しましたよ、みなさんのために。あ久しぶりに ね、ちょっと1時間番組になったからやれますけど、うん、これ30分番組だったらもうやってませんよ、カットですよ、カットカットカットやめてよ、カットですよ、カットやめてよ、ね、だから今、ね、横に ながらということでね、うん、心配でございますんで、はい、ね、まあ、なんかあったらお背中流しに行きますので。何そう、フフフフって、いやカウボーイさんがね、本物のセクハラが出た爆笑ってツイキャスで、これセクハラじゃないですよ、いやセクハラでしょ、これよくね昔からエールと、ね、言ってますので、まあ、皆様エールという名のセクハラですね。久しぶりにやったからね、ね、あ、うん、ヤンボさんがね、山の日は具志堅スターが東村に来るから行くよって。ああ、そうなんですね、ここがござりますね。あ、スプリームさんがやっぱ王者は唯一無二の存在だなって褒められてるよ、はい、ありがとう、はい、ということでエンディングでーす、はい、来週のテーマは真似、来週のテーマは真似です。
モノマネができる、誰にも真似できない技があるなど、あなたの真似のエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。高本さん、モネでもマネーの虎でもないです。はい、はい、埼玉の郷さん、うん、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ヤンボさん、最後は結局セクハラで終えたということで。セクハラじゃないってあれは本当に、ね、あのエールでございますから。はい、はいはい、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。閉店ガラガラ